はい、どうも皆さんこんにちは、ミサです。本日はですね、ルオーインザリッチョということで、まあこちらのね、リッチですよ、リミテッドリッチが、まあいろんなところで、まあブイブイ言わせてるんですよね。まあ僕が、まあ前のリッチョの動画で言ったところとしては、まあクリアウォールとちょっと相性が悪いよねっていう話なんですよ。クリアウォールとちょっと相性が悪いから、ダークラップ HL、ルシファー HL とかだったら、まあクリアウォール使われるとね、ターンダメが発生しないよね、みたいなそういう話もしたんだけど、まあやっぱソロとかだったらすごい優秀だったりとか、まああとは、これね、生放送してた時にちょろっと言われたんだけど、アルティメットバハムートを僕大昔の太鼓の編成でやってるんですよ。太鼓の編成でやってた時にリッチョ入れないんですかとかね、まあやっぱいろんなところで席巻してるみたいなんだけど、やっぱその中でも俺がすげえ気になったのがルオーなんだよね。っていうのもルオーってまあ元々の編成が俺こんな感じでやってたんだよね。リッチョの部分がオリビエなんですけど、オリビエうん、こんな感じでスロー固め編成だったのね。黒騎士スロー、ターニャスロー、オリビエ、宵闇の恐怖プラススローで、さらに武器で、ブラティスカ、これでスロー、奥義スローっていうガチスロー固め編成なんだけど、まあ、そこからねリッチョ入れたら多分ドアンテするんで、まあ、ちょっと今回はそれを試してみようっていうような、ご企画の動画でございます。よろしくお願いいたします、うん。で、まあ、武器もね、ちょっと更新できるなと思って、もともとね、このヘルマニビスじゃなくて、マジェスタス、これ3本入れてたんですよ。そう、マジェスタス3本入れてたんだけど、まあ、なんか、召喚石見てみたらね、なんか、バハムート入ってたんだよね。召喚石見たらレベル199バハムートが入ってた自分に驚いたんだよね。え、なんか入ってたんだけど、まあ、これでジルニトラあったから、ジルニトラ入れたら HP15% 上がるじゃん。で、まあ、バブエルマンデブも持ってたから、バブエルマンデブ入れたら武器枠1本浮くやんと思って。まあ、マジェスタス分の剣種が1本なくても大丈夫やんと思って、ちょっとオリジナリティのこのペイン&ストレイン、バチ込んで、一発ルオーをフルオーとしてかましていきたいなと、差しかますしていきたいなと思います。対戦よろしくお願いいたします。ウィー。導入ちょっと弱くないか、自分大丈夫かと少し思ってしまうんですけれども、はい。まあ、こんな感じでね、毎回こうやってこの編成でフルオーとしてたんですけど、なんかツイッターでね、おすすめですよみたいな、出てきて、この編成は確か。そう、この編成はツイッターでおすすめですよって出てきてて、まあ、何も考えずに OK を押してた。真面目に言うと、そう、何も考えてないから、フルオート系はね、これおすすめですよって流れてたら、お、これいいんだ、オッケーっつって、何も考えずにOK ボタンを押してたんですよ。なんで何も考えてなかったんだけど、まあ、基本的に俺はスロー固めだと思ってて、これそう、スローで固めて、まあ、序盤は大丈夫なのかな、後半にパーティーを全開させる、パーティーを全部ぶっ壊す特殊技があるんですよ。ルオーの、バハムート、アルティメットバハムートの 50% から 30% 区間の間とか、ルシファー HL のジエンドみたいな、うん。まあ、そんな感じで、壊滅する、裏までぶっ壊れる特殊技が後半に出てくるんですよね。なんでそこら辺をスローとかで固めて絶対に打たせないようにするよっていうのがすごい肝だっていうのは知ってるんだけど、まあ、序盤がこれ敵 CT2 だけど本当に大丈夫なのとかは知らないみたいな、まあ、そんぐらいのね、にわかプレイでかましているんですが、リッチョを入れることによって2ターンに1回だよね、2ターンに1回必ず奥義のスローが出てくれるよっていうのがあるのと、あと、他のキャラクターが奥義を打ちやすくなるっていうのが魅力的な部分だよね。そう、他のキャラクターが奥義を打ちやすくなることによって、例えば今回奥義によってスローを持ってるキャラクターとしては主人公もいるし、あと黒騎士がクワッドスペルですよね、1アビのスロー効果を2回発動できるよ、あとコーボ累積弾もそうなんだけど2回発動できるよっていうことも相まって、まあそのあたりが使いやすい部類になってるんじゃないかなと思ってます。まあオリビエ、元々の枠がオリビエだったんだけど、オリビエの場合は宵闇の恐怖と、あと9ターンか8ターンか7ターンぐらいおきに、フォールンソード2アビですね、2スローをかますよっていうキャラクターだと思うんだけど、まあそこら辺と比べるとスローのスパンが短いですよね。例えばこういう時にスローが打てないと思うんですよ、オリビエって、うん。なんだけどこういう時にスローが打てるのは、リッチョのパワーなんじゃないかなと個人的には思っております。あ、切れるんだね、っていうか見てや、これ、50% 奥義エイジ 50% 増えてないじゃん。一応切れ目があるんだな、リッチョは。どうなんだろう、奥義加速が少しでもあれば大丈夫だったりするんですかね、うん。
まあこういう時に攻撃を食らうんだけど、こういう時の攻撃に関してもリジェネが増えましたよね。実質ニアビの腐敗と猛毒、腐敗と毒か、この腐敗と毒が HP 回復に変換されるから、死の祝福効果によってね、うん、なので、まあ今までの編成と比べると耐久力が増えて1ターンにおけるスローの枚数が増えるのかな。ただまあちょっと下がってる部分あるんかな。オリビエと比べるとがっつり下げたいよ CT をっていう時に下がらないのかな。酔い闇の恐怖とオリビエのニアビのスローがなくなっちゃうじゃないですか。だからいざという時にこうスローをかけたいとか、いざという時ここ止めてんだっていう時に、まあオリビエが重宝してたら止まんなくなってる。継続的に DPS 型、オリビエは言うなればスロー一点特化爆発型で、リッチョはあれですね、継続的にスローをかます、あとまあ浴びだめが優秀なのかなっていうような感じなんですけれども、まあ、マジでね更新されてない装備って結構あるんだよね実は。まあ、さっき言ったんだけどアルティメットバハムートのフルオート編成とかもそうだけど、もうクリアできちゃってるからなみたいな、アンプレディクトで恐怖が入っていく、もうクリアできてちゃってるからなっていう風に思うと、あんまりこう更新しなくていいかってこれあるあるだと思うんだけど、まあ、タイムがちょっと早くなろうとね、いやまあ古戦場のフルオートで1分なんか10秒20秒に一喜一憂しててさ、うおー古戦場の150ヘルタイムが3秒更新されたぞーって言いながら生放送で機器としてさスクリーンショットを更新してた見座からすると想像できないかもしれない。みんなからするとね想像できないのはわかるんだけど、なんかアビリティの使用感覚ずれてね、あ違うニアビが衝動か、てかマズカートちょっと迷ったな。なんだけど、まあなんかこういう系のフルオートってクリアできればまあいいかぐらいの気持ちでやってるから、まあ、ぶっちゃけね六竜のフルオート編成とかはねかなり太古な編成が多いですね。特にガレオンとかはかなり太古なんじゃないか。おっと麻痺を食らってしまっていく。麻痺食らうのどうなるんだろう、これ大丈夫なのかな。僕は大丈夫なのかわからないんですけれども、まあ、マジェスタスを抜いたことによって、マジェスタス、もともと、俺の武器編成が、マジェスタスとグラーシーザーが入ってたんだよね。そう、武器編成にね。マジェスタスとグラーシーザーが入ってた部分を引っこ抜いて、何を入れたんだっけ？ペインオブストレインと、バブエルマンデブだ。そう、ペインオブストレインとバブエルマンデブを入れたっていうような形になったんですよね。だからまあ性能的には剣種ががっつり落ちて、でまあ守護部分がちょっと増加したのかな。まああとジルニトラも入れたことによって HP が 15% 増えたのと、バブエルマンデブの真意で HP が増えました。ただ排水がなくなりましたね。そう、排水がなくなった。排水をなくした理由としては、まあリッチョがですね HP 回復、こうやってね HP をまあ毎ターン1000回復させてくれるよっていうのと、もともとその吸収持ってるんですよ主人公が奥義効果で、うん、主人公が奥義効果でスロー持ってるし、あと HP 減った時にその黒騎士が、ネグロドレインニアビですね、ニアビを自動発動してくれるから、そこら辺考えると、まあ、HP 回復量が間に合うんじゃないかということで、まあそうなると排水ってあんま意味ないじゃないですか。結構でも食らうんだよな。排水ってあんま意味ないから、まあじゃあちょっとこっちでやってみてもいいかっていう理由でやりました。はい。さあ、これでやっぱ、あれだね。1ターンの切れ目があるね。これ。リッチョ見てほしいんだけど、デバフついてないよね。リッチョのデバフの切れ目が多分これ、フルオートでも1ターン発生するんだな。これをなんか補助できるやつがいるという、あ、2ターンも。さあ、これでただ、大丈夫。ターニャの3アビがあるから。引かないね。ターニャの3アビで全部吸うからかなりダメージを抑えていく。ターニャが優秀なんだよな、このゲーム。こいつもしかしてターニャがいればどうにでもなるかもしれないミザ君気づいちゃった。あ、麻痺入ったんだ。そうだ、麻痺入ったから、アビリティの最使用感覚ちょい普通状態になってんのかな。これで、奥義ゲージが173173か。もうその1、2アビ多分上がるんだよね。リッチョこれ上がるべ。そうやな。で、アンプレディクト、スロー。まあ、ここで1ターン目がディレイプラス主人公奥義のスローで、もう完全にゼロになることは確定。40% から本番だからね。
40% からが、絶対に超えちゃいけないダメージが発生するから、それをスロー枚数的にどうなってるのか、2ターンに1回、ね、まあ、要所によっては3ターンに1回スローが発生するのと、7、8ターンにフォールンソード2闇で、スローが2枚発動する。宵闇の恐怖って多分ブロックされるんだよね。なんか俺喋りすぎ？もしかして。もしかしてちょっと喋りすぎなんじゃないかって今ふと思ったんだけど、HP40%、30% ぐらいから CT が6、7個ぐらいになって、CT マックスになるとパーティー壊滅技を打ってくるわけですが、スローの枚数がね、たまーに救援が来ない時があるんですよ、このゲーム。このゲームね、いや、たまーにでもないんだけど、どうやってもね、救援が来ない時があるんだけど、その時にね、たまに壊滅してた。この編成は正直。まあ、救援が来るし、しかも特にルオーって、コクヒリンデスラーがあるじゃないですか。そう。デスラーの編成があるから、ニーヤ1アビ、デス召喚、レイ2アビ、プレデター3、2、1、シス1、ゾーイ2アビ、2プラトン殴り、コクキリン、2プラトン、ゾーイ2アビ殴り、もう一度殴り終わりみたいな。そんな編成があるじゃないですか。有名なやつが。うん、5孔明な編成がね。その5孔明な編成が、おっと、リッチョが大変なことになっている。いや、敵対しよう。いや、ターニャなんですわなぁ。ターニャが攻撃をするんですわなぁ。見てくれ。ヒョッキ。あーターニャが落ちてしまいました。これで CT が増えるんだけど、バレクラが2ターン延長によって、ちょっとなんかめちゃくちゃ逆境じゃないこれ。めちゃくちゃ逆境になってね。なんかディスペルガードでなんか防御アップが消えてないんだけど、敵のこれで2ターン進行した後、奥義ゲージがゼロ進行だからめちゃくちゃきついんだけど、これ最悪じゃない？これでクリアできたらかっこよくない？だってクラリスがいきなり、裏クラリスって本当に正しいの？この編成裏クラリスが出てきて、奥義ゲージがさ2ターン増えまして、さあここから、いや、これでいけたらもうさすがにこの編成は正しいということが証明されるでしょ。バレクラの奥義スローがまず発動、ミスしていく。最悪だね。クラリス場をかき乱して俺たちをいち早く破壊しようとしている。えぐい編成かもしれん。クラリスがちょっとマジで敵なんだけど、エネミー。これで奥義を打ってでスロー発動していく。ここからもう CT マックスにしちゃいけないんだから、うん、逃がさないよ。で、ここで奥義が発動します。2ターンに1度発動するこのデッドバッドエンドのおかげによりスローがポンと、うん、まあ、そんなさっきの編成でみたいな動きになっちゃいまして、で、まあ、ターニャが回避することも、お、フェイタルチェインで解除。フェイタルチェインを打ちたい。フェイタルチェイン打ちたすぎる。クワッドスペルでスロー2枚、偉いんですよ。そう、黒騎士はね、敵耐心を上げて、まあ、攻撃を吸い寄せつつも、かつなんかこうやってね2枚スローをかましてくれるから割と偉いような気がしますね。さあ紅葉が入ってる。これをディスペルするには、ディスペル、あ、そっか、黒騎士もディスペル持ってるんだ。これなんか裏から誰かしら出てこないとディスペルってできねえよなと思ったけど、あれですね、クラリスの3アビもしくはクワッドスペルだから、ディスペル、裏から出すのはディスペル持ちじゃなきゃいけないんだな、この編成は。何ヶ月使ってんだこの編成。俺マジでこの編成ね、めちゃくちゃ使ってる気がするんだけど、それでも今ようやく、え、紅葉消えないの？すまねえ、ルオーってデスラーでやってるから、俺ルオーってデスラーでずっとやっててさ、フルオート編成もさ、マジでなんか状況を見ずにプレイしてるからさ、紅葉が消えるって消えないの？え、ちょっと待って、これ奥義をフルオートのちょっと話を少し潰させて。本当だ、消えねえ。初めて知った。何年よこのルオーやって。1年経ったんじゃない？初めて知ったかもしれない。え、これ次のターン死ぬけど、俺次のターン死ぬよ、ミゾくん。はい、スローは、あ、多神人が来た。偉いんですね。多神人の効能によって敵の特殊技をブロックしていくんじゃぞ。さあこれで特殊技ブロック、次ターンはリッチョが覚醒します。次ターンはリッチョがスローをぶちかまし特殊技を解除。ゴーストマーチ、リッチョがディレイも発動していく。リッチョの奥義スローによって特殊技を遅延していく。これ次大丈夫？これ積んでね、ここ。いや、1アビ1アビが発動しろ。
黒騎士。いや黒騎士なんでさあなあ、ここで恐怖がレジストされるってことはおそらく宵闇の恐怖もレジストされるんだよねって考えると、まあ低スパンで、まあ、スローをかませるっていうのは優秀ポイント。ここで通常で CT マックスになるじゃん。多分あのオリビエの時ってここで積んでたと思うんだよね。オリビエの時ってここで積んでたと思うんだけど、2ターンに1回スローを打つこの、 あのリッチョのおかげによってここの部分が超えられた。運が悪かったら全滅するよっていうパターンを引かずに、でここで主人公のスローと、あれ待ってやばくね、あいや大丈夫か、スロー3枚ですね。これでスロー3枚体制なので、次ターンにゆとりが生まれます。次ターンになんとゆとりが生まれてしまうんですね。バレクラがスローを外さなければ。よし当てたな、お前当てるんだよな、ついに当てたな。ようやっと必要な時に当ててくれた。スロー3枚なので紅葉が発動しようと意味がありません。なぜならば、あれ CD マックスなんですよ。え、紅葉ってそんなに CD 上がるの早い？いや、ただディレイがあるんですね、この編成には。マジでなんか中身を理解、皆さんもそうでしょ、スマートフォンの中身を理解してスマートフォンを使っていますか？使っていませんよね。僕もね、ルオーのフルオート編成はね、何も考えずにね、適当に使って初めてまともに見た気がする、この編成を。残り2%だが多神人、いやこれ偉いな。ラゴーアシュラ人はよくわかんないけど、多神人ディレイ持ちのカオスルーダーは必須ですね。カオスルーダーディレイ多神人で、ブラッティースカーを持ってるっていうのはすげえ大事な部分、うん、主人公はなんか必須条件な気がしますね、ここに関しては。ということで、まあ、リッチョフルオート編成だったんですけれども、まあ、あの、初めて見たね、しっかりとルオー初めて見たら、いや、ラゴーアシュラ人ってなんで使うんだろう、奥義ゲージ上昇ラップ。いらないでしょ、これ。だ多神人と CT88 で共通だしさ、なんかラゴーアシュラ人の魅力があったら皆さん教えてください。で、奥義のスローのために弱体成功振るわ。俺ずっと心の中にわだかまりがありました。心の中にね、そういえば俺弱体成功率振ってないよなっていう、その頭の中のね、私の頭の中の消しゴムが、なんで風攻撃振ってんの、ちょっとなんかね、あのずっとツンツンしてた、チクチクしてた、頭が痛い、こんなことがあったような気がする。回復力とか振ってもいいかもな。うん。まあ、主人公のカオスルーダーはやっぱ優秀ですね。カオスルーダープラス、ブラッディスカー。この形はね、すげえ優秀だったし、まあ、リッチに関しては、もともと、あれで入れてましたと。もともとオリビエで入れてたけど、あれだな。オリビエよりもこっちの方が、まあ、多分回転率良かった。序盤の安定だったと思うんだよね。恐怖とか入ってたのって多分序盤だったから、後半に宵闇の恐怖って多分レジストされると思うんだよな。そこら辺考えると、まあ、序盤の安定にオリビエ寄与してたけど、まあ、後半が一番大事だったから、まあ、安定してスローをぶちかませるリッチの方が、しかも敵紅葉あったしね。そう、紅葉考えると、まあ、低スパンの1枚スローっていうリッチの方が割と優秀だったのかもしれねえなと思いました。ニーヤが入ってるのは多分あれだね、 HP40% の時にさ、ターンに落ちたじゃん、ビューンピコーンって2万で死んだじゃん、20万ぐらいで死んだじゃん。なんだけどカオスルーダーがニーヤをいると、カオスルーダーは生きててほしいんだよね。ニーヤがいると主人公が不死身状態になるから、うん、このそのターン中不死身状態(13回)これがあるんで、まあ、これのおかげでですね、カオスルーダーは絶対に生きるだろう。ビューンピコーンでカオスルーダーにそのビームが飛んでっても生きるっていうためのニーヤなんだろうな、考えられてるんでしょうね。でこのクラリスはもしうっかり黒騎士が落ちた時にディスペル、ん？ディスペルでもいらないよね、紅葉が消えねえもんな。なぜクラリス、奥義スロー目的か。でもなんかクラリスなんか今回敵だったけどね、俺の記憶が正しければクラリスめちゃくちゃ敵だったんだけど、クラリスよりもなんか普通にスロー持ちのキャラクターの方が優秀だったんじゃないかね。なんかクラリス危なかったよな、俺の気のせいじゃなければこっちの方が。いや俺はクラリスが好きだから、でも俺クオン使ってるからね、クラリスにやっぱ大事ですから、思いっきり楽しまないとね、思いっきり楽しまないとね、とりあえず CD 伸ばしちゃうよ。利的行為なのよ、たまにいるやつよ。ああ、もう余裕ですわ。リーグオブレジェンドで。ああ、もう余裕ですわ。ちょっとナメプしちゃおう。ああ、ごめん、死んじゃった。はっ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 て言って、なんか実際に負け始めるとブチギレる。なんか、なんでこんな負けるんだよって言って、なんかいきなりキレるタイプのやつ。クラリス、お前の発言はそのタイプだ。気をつけろ。ということで、ルオーの、フルオート遠征に、オリビエからリッチにしてみたら、どうなんでしょうね。安定した気がするな。うん、多分。わかんないけど。今までのフルオートあんま見てなかったけど。
そんな動画でした。はい、またお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。